笑いやがってこの野郎。どうもエルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて待機中もちょっとそわそわしてたんだけど、倒した後やかね、いるわ、火の周りじゃなかったんで。あ、いいねー。痛い。これ抜けて落ちるとかないよね。すみまつやに。ああ、蹴りね。何もいない。何もなさすぎる。いや、なことはなかったね。痛い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 。はい。はい。ソウル。これなんもないんだ。ああ、なんかあるね。はは、見えたー。ありがてー。でもなんかちょっと体験っぽい。ほいほい。しかもちょっと強い。あー、ちょっとめんどくさい感じの君だね。それなんか持ってる？あー、落とさないのか。え？めっちゃブヨンブヨン動くんだよね。よしよし、順調順調。開く。ちょっと待った。めちゃくちゃ待機してんじゃん。こっち吹き矢でしょ、こっちは弓で。よし。でもさ、なぜかダメージ食らってたんだよね。宝珠、宝蛇、円盾だね。なんか下もあるね、上もあるし。ああ、しかもまだ下降りれるんだ、あそこ。ええー、あそこちょっと気になるね。あれね、僕のは、火の武器なんて爆発するんだよね。おー、刺さる刺さる。十分十分。うん、これで OK。こんなあたりかな。あ、もうちょい下。あー、ヘッドショット。いい感じ。いやー、楽ー、弓。いやー、二王でねー。ありがたみはね。ん？あとさ、なんかここいない？捕まってる感じだね。あとどうしよっかなー。大量に敵出てきそうだし、一回降りてみよっか。あー、敵いるじゃん。
いやー、楽ちん。いるんか、敵。よし。お、かけらー、ありがてー。なんだかんだ装備強化できてないからね。しまった。これつけよう、つけよう、つけよう。なんかすっげえ足音がする。2800。あー、そんなまだいいかな。次3800か4000ぐらいないとレベル上がんないからね。あー、上はこれから行くのか。はいはいはい。もうこれは。あ、なんかすっげえ落ちていった。ははははは。わー、しかもなんか敵いたわ。めんどくさそうなの。とりあえず上から。火炎壺投げてくるんだよな。この武器欲しいな。この立派なやつ。あ、まさか。あ、いや、火炎壺か。いないよね。ハンドアックス。おー。止まってるね。君よ。ほう、君は火のない灰だね。我が家へようこそ。私はコルニクス、古い呪術師だ。そして今この通り、顎のカラスというわけだ。どうしても面白い出会いあったものだ。めっちゃバカにされたような笑い方だ。どうかね、この老人から呪術の業を学ぶ気はないかね。あ、学びます。あは。ミッキーなんだよな。ミッキーなんだよな。大沼のコルニクス。ミッキーなんだよな。大沼のコルニクス。ミッキーなんだよな。笑い方よな。じゃあ北道戻るけど、さっきさ、あ、いた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 。これ折れないでしょ。めっちゃ下いるね。あー、降りたくねー。こっからもうね、無理には叩かない。あ、なんか抱えてきた。いいねー。すっげー、すっごい不思議な感じだよ。はい、ご苦労さん。あ、何も落とさないよねー。そしたらー、降りるか、降りるしかないよね。よし。アルチーザン。ちょっと見たいけど、ここは敵が多すぎるから。あー、下行けるっぽいけど、まだこっちを見たいね。あーはー、ぐるって回ってきてんのか。動くんだよな。一瞬で死ぬよね。あ、だから火炎壺くんがいたわけか。あー、なるほどね。
不用意に突っ込むものなら、爆破で消してやろうみたいな。なるほどね。考えたな。ああ、いるわ。うんうん。で？この先宝がある。しかしこの先罠に注意しろ。嘘。じゃあ、やっぱしな。ありがとう！ありがとう！あれはちょっと評価。うちに行こう。しかも宝って言ってもそんな。ありがとうございます。助かったー。で、問題はここ。あそこ扉があるねー。でもなんかあっちも行ける感じだよね。行けるのかな？あ、でも扉があるから行けるってことか。ワンちゃんはおびき寄せる。あ、壊れるんだ、それ。あー、来るんだ、ワンちゃん。あー、来い。あれ？おお、土、土。ああ、ちょっと狼ちゃん、狼っていうか犬ちょっとめんどくさい。こっちを、処理しといて。いきなりボス戦かなー。落とさないね。じゃああっち側に見えた扉とかあっちから行くのかな。まあいろいろほんと広いねこのゲームね。うん、順調。装備的に相性いいかもねー。あ、君起きないんだ。いるね。君はね、もう。ちょっと待った。やばい、それはやばい。なんかやばそう。はい、はい、はい。はい、はい。ちょっとスタミナ欲しいねー。もうちょい、いいって。笑いやがって、この野郎。めっちゃ嬉しそうに笑ったな、今。何も出ないよねー。待ち伏せがいっぱいいる。何もない？こっちだけ？やんなことなかった。ああ、ちょっと強い。いや、こっち先行こう。うわ、なんかいっぱいネズミが。受けて、受けて、ちゃんと攻撃がいいね。
あれ欲しいね。取った瞬間出てくるとかじゃないの、なんか。ゼスタス。ゼスタス。あ、鍵かかってんのか。これ、なんか嫌だな。あ、なんか見えた。待って、なんか、いるよね。あ、いるわー。うお、でっけー。ちょ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 。あー、でも弱えははははは。地神の指輪。これちょっと後で確認しようか。うん。もう、やっぱガードしてからのが良さそうだね。で、抜けれる。もう、じゃあ、これは、ちゃんとした鍵がないとダメってことか。ちなみに、セスタスは見てみよう。あー、扉開いたね。あー、拳ね。あーあー、やめよう。これはやめよう。何もなし。おー、じゃあ。木の通路行くためにって感じか。あー、これ。あ、ぐるって回ってこれてるね。あそこアイテムあるね。よしよし、普通に。見つけて、で、これレベル上げいこうか。順調すぎるね。だいぶ順調。びっくりするぐらい。で、筋力18にすると、巨大な盾が持てるのよ。だからより、耐えれるようになるから、ちょっと筋力をね、あと2上げたい。あとね、多分、どうかまだできないと思うんだよな。3個か。あ、そうだ、パルチザン使ってなかったね。パルチザン。あー、永遠と刺し続けるのは面白い。あー、で、投げ払いで、回転。そうだね、ちょっと強化したら使えるかもしれないけど、そんな言うてもやな。ハンドパルチル、うん、セスタスももセスタスはちょっと余裕ができた時にしよっかな。全く使えないっていうわけではないから。あとこれが、出血耐性を高める。あー、じゃあこれ装備しといていいね。
ないよりはね、つけておいてね。あとは、この辺りも。ここら辺使ってもたまるかな ?4000 いくかな、はい、いかなそうだし、これで一回セーブして。ちょっと今回早いけど、ここで止めよっか。あまりにも順調すぎて。順調すぎるよね。順調すぎるんで、ちょっと一旦今回ここまでにしよっかな。ということで、この辺ご視聴ありがとうございました。また、まあね、次回頑張っていきたいと思います。動画見てる方はこの、まあ、まだね。あ、じゃあ、この次、アップされるね。それまでお待ちください。ね、ライブ見てる方は、もう一本行きます。はい。いやー、頑張っていこう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。